秋保安次秋保安次昭和17年1月9日は、日本の教育者。東京高等工業学校教授兼東京府議士や、文部省正学館、東京科学博物館館長等を務めた。宮城県仙台市で、旧仙台藩市、秋保警望の4、男として生まれ、宮城県市藩学校卒業後、1896年、東京高等工業学校附設工業、 教員養成所目校科を卒業。仙台市都定実業学校教諭を経て、1899年度校長。1900年に岩手県実業学校教諭。1903年度校長。1907年に東京府立職工学校校長を務めた。1915年アメリカ合衆国へ出張。九百十六年東京府議市。九百十八年には、 東京高等工業学校教授及び付属工業補修学校主事権東京府議士市に就任した1920年文部省正志学館兼任1924年東京博物館館長兼任1931年東京科学博物館館長1937年倉前工業会理事長1938年に退官した墓所は 仙台藩の母大寺である高輪の東禅寺。三女富は、正治春税元陸軍少将の妻。四女愛は、本間藤夫元京都帝国大学助教授の妻。秋保達三郎元函館商業会議所書記長は2位。ありがとうございます。